今年の作品は沿線。慶長18年鎖国の調整下で西洋に強く頭を抱いた伊達藩にて伊達政宗の命を受けて時の先駆者となるべく海を渡った志倉町長とサンファンバーティスタ号を媒体として彼らの旅路や奮闘する姿を描きます。それでは沿線をご披露いただきましょう。よろしくお願いいたします。宮城県仙台市より参りました玉浦と申します。精一杯演舞させていただきます。ご声援お手拍子のほどよろしくお願いします。彼方に見える精鋭はやがて暁に消える。